K-1 対抗戦、松下武蔵 VS 池田浩二。54kg 契約で行われますライズと K-1 の対抗戦。それではただいまより本日の第4試合、54kg 契約3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー170cm 53.9kg リボーン強度所属、第8代クラッシュバンタム級王者、池田浩二。 K-1 からやってきました池田浩二。赤コーナー170cm 53.75kg ゴッドサイドジム所属、ライズバンタム級10位松下武蔵。ライズのリングを守れるか松下武蔵。ラベリー王様。さて第4試合、刺激的なライズと K-1 の対抗戦を迎えました。池田とそして松下グローブを合わせます。ライズを荒らしにやってきたという池田、そしてライズは甘くないというところを見せたいと語る松下です。さてこの試合の解説は上村えりかさん、そして対抗戦といえばやはり門口圭介さんにお越しいただいております。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ門口さんは今年の3月に、ね、対抗戦を戦ったばかりですけども、はい、やはりこの松下の気持ちっていうのがよくわかるんじゃないですか。そうですね、ライズ代表として出場していると思うんで、そういった面でちょっとプレッシャーはかかっているかなと思います。はい、まあ、ただ門口さんの時は、ね、3試合組まれてましたけど、今日は1試合だけですからね。さあ試合がスタートしました。赤コーナーライズの松下です。白いトランクス、そして青コーナーシルバーのトランクスは K-1 からやってきました池田です。まずは少し池田がプレッシャーをかけてきます。上村さんはこの試合どんな点注目されてますか。はい、そうですね、池田選手と松下選手ってスピード感が全く違う選手なので、はい、どういうこのスピード感に今日の試合はなるのかなと思ったんですけど、ちょっと松下選手が今のところは合わせてるのかなっていう感じのリズムですね。そのじゃあスピード感の違い、具体的にじゃあ説明をお願いしましょう。松下選手の方が結構その前回 のヒューガ選手の試合もめちゃめちゃスピーディーで手数もめちゃめちゃ多い印象だったんですけれども、はい、池田選手はこうムエタイベースのこうゆっくりどっしり構えるスタイルなので、まあ、どういった流れになるのか気になってたんですけど、今のところは松下選手が池田選手のリズムに合わせてるかなっていう感じしますね。はい、確かに池田構えもムエタイの構えですよね。うん、ジャブを出します松下。今年は4試合戦って全て勝っています。松下ミキストレート、前でディフェンスを入れます。左、少し松下がプレッシャーをかけてくる。右のハイキック池田、バックスピン空振り。このムエタイっぽいリズムに合わせずガンガンいってるのがいいですね松下選手。はい、とにかく門口さん、どん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 松下は自分のペースで攻めた方がいいですか。そうですね、結構ハイテンポで攻めていくのが多分良さだと思うので、はい、このゆっくりな池田選手のペースに飲み込まれずにどん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 自分から技を出していきたいですね。そうですね、空振り。まあ、それから上村さん、池田リーチ長いですよね。はい、うん、長いですね。でもそこをミドルからストレートとかの長い攻撃につなげるのが彼の良さだと思うので、はい、今それがすごく出ているかなと思います。でこれだけムエタイスタイルで K-1 のクラッシュの王者ってすごいですよ、打撃だけだから。そうするとこのライズルールだとワンキャッチワンアクションがあるので、はい、池田選手はそっちの方がやりやすいんじゃないかなと思いますけどね。はい、松下はもうどんどん手を出していきたいところです。第1ラウンド残りが1分を切っています。蹴り足を掴んだ。お互いにまだこの効果的な攻撃というのは見られていません。両蹴り合う距離が近づいてきました。残りが30秒を切ります。松下選手のセコンドからも声があったようにちょっと動き硬いので、はい、もうちょっとこう強弱つけるというか柔らかく体を使った方がいいかなと思います。なるほど、少しまだ第1ラウンドは、あ、バックブロー、危ない。池田のバックブローが出ました。
いやー、モンギさん、こういう武器も持ってるわけですね。そうですね、こういう待ってるタイプのああいうバックブローもめちゃめちゃ怖いですね。はい、いや、上村さん、ああいうのが一発あるとなかなか出にくくなる部分はありませんかね。そうですね、レベルが高くなるにつれてよりこう、はい、その危ないっていう意識が高まるので、はい、警戒するんじゃないかなと思います。さあ、第一ラウンドが終了いたしました。さて、放送席改めてご紹介しましょう。対抗戦といえばこの人です。フェザー級ジャンピオン、ピースサインで答えてくれました野口圭介選手、改めてよろしくお願いします。お願いします。さあ、次にじゃあ第一ラウンドの印象を聞きましょうかね。門口さん、もし採点するとしたらどうしますか。まあ今のラウンドはイーブンでいいんじゃないかなと思いますけど、はい、長いラウンドになると池田選手の方がちょっと有利なスタイルかなと思うんで、松下選手はもっと行きたいですね、はい、前半ラウンドは。そうですね、自分のペースで行きたいと。これバックブローのシーン、ちょっと腕当たってますね。はい、ただこういう武器があるっていう、まあ、見せるだけでもこれは大きな効果があるんではないでしょうか。では上村えりかさんにも聞きましょう。第1ラウンドいかがですか。そうですね、門口選手言ってた通り、まあ、ちょっと長丁場になると今のところ池田選手有利かなと思うんですけど、松下選手のパンチがまとまって当たってる時は結構池田選手も嫌な顔してるので、まあ、もうちょっとまとめていければ流れ変わるかなって感じですね。はい、さあ第2ラウンドが始まっています。ローから入ってきます池田。お互いのリズムが来てますね。はい、池田選手がうまいな、はい、目がいい。相手の攻撃を見てから左フックを当ててきます。またここジャブを当てる。遠い前からパンチを当ててくる池田。シルバーのトランクス、ここもジャブ。ちょっと文木さん、池田のジャブ当たってますね。そうですね、ちょっとテンポ上げて松田選手が言ってるんですけど、さらにしっかり池田選手が対応してるって感じです。いや、上村さん、非常に池田がですね、松下の攻撃見えてますかね。そうですね、めちゃめちゃこう冷静に出場のジャブでくじいてるって感じで、はい、すごくいいですね。左のジャブが非常に効果的、勢いを止めています。松下の勢いを止めている。ロー打ってから出てくる松下、ただ噛んで一発左を当てました。ライズルールにも反応して、そうですね、からワンキャッチ、はい、言ってますね。膝を出しました。この辺りはライフルールを有効に活用しています。池田浩二、コーナーに詰めてくる。そして膝、これは連続攻撃です。いけません、思わず2発出てしまいました。口頭注意が与えられます。いや、しかし上村さん、流れという意味ではちょっとこのラウンド池田が作ってきましたかね。そうですね、出場がくじかれているのでちょっと焦って振り回しているって感じがしますね。はい、もう今のストレートに松下に出るフック。松下は連勝しています。今年は全て勝っている、流れに乗っていきたい18歳です。勢いに乗っているのは松下。この試合に関してはその勢いを、まあ、本当に今なかなか、おっとカウンター合わせてきました池田。ボディーから、いい回数ですね、はい、松下選手は。そして掴んでの膝です。第2ラウンド、膝を当てる松下、失礼、池田、前蹴り松下。残りが1分を切りました。第2ラウンド、ナイス、いいコンビネーション、はい、パンチからキックつなげてきました松下。だんだん距離が近くなってきました。この門口さん、この距離に関してはどうですかね。少し近づいてきましたけど、でも、その近い距離でも池田選手がしっかりショートでストレートも当ててますし、しっかり対応できてます、ね、はい。まあ、どうでしょう、門口さんとしてはもっともっとこう中に入って打ちたいところなんですかね。どうでしょうか。ちょっとずつテンポ上がって池田選手もちょっと消費してきてるかなって印象です。まあ、少し消耗してきたか池田。フックから膝、なかなかこの松下も攻撃をつなげていけないか。残り時間が少ない第2ラウンド、左フック、今度は組の展開になりました。残り時間がほとんどない第2ラウンド、ここで終了。さあ、第2ラウンドが終了いたしました。 K1 とライズの対抗戦、第2ラウンドが終了いたしました。さあ、ここまでの展開ちょっと振り返ってみましょう。これは池田が右クロスカウンター当てました。そしてその後、まあ、こちらは K1 の菅原美優と、そして三室和樹の姿があります。クラッシュのバンタム級の三室和樹、
そして、K1 のアトム級チャンピオン菅原美優、さらにはクラッシュのプロデューサー宮田満プロデューサーの姿があります。いやー、 K1 陣営も今日はリングサイドで見つめています。さあ、ファイナルラウンドのスタートです。さて、第2ラウンドの印象、上村さん伺いましょう。どうですか？そうですね、松下選手攻撃力あるので、こう一発当てたら倒れるっていう気持ちでいってると思うんですけど、はい、やっぱ上下の単調な動きになっちゃってるので、まあ、池田選手の許容範囲内でこううまくさばかれてるって感じがするので、まあ、3番目ちょっと左右の動き、フック引っ掛けてローとか、フック引っ掛けてからコンビネーションとか、ちょっと左右の動きも見たいなと思います。なるほど、左右の動きがもっと欲しいと。そうですね、はい、あ、左髪を捉えた、池田の顔が上がりました。さあ、松下も仕掛けます。いや、松下選手まだまだ元気ですね。やっぱり18歳ですからね。はい、ちょっとボディ効いたかな。はい、少し池田の手が止まったか。この隙に攻めたい。ボディ効いてますね、ボディ効いてますね。今がチャンス。はい、ボディの膝、膝に崩れた。これはモンミさん効いてますかね。そうですね、ボディ効いて、はい、もうテンポ上げまくってますね。もう上村さん、ここボディ徹底的に狙いたいですか？そう、まあでも狙いすぎるとやっぱガード固められちゃうので、はい、まあちょっとあの上下に、そうですね、ここから散らしたいですね、うん、はい、まあ攻撃を散らしておいて最後はボディへという流れでしょうか。いや、でもガラッと流れが変わった感じしますね。はい、明らかに池田の動きが落ちました。コーナーに棒立ちになる。あー、池田かなり消耗している。それでも出てきます。何度かこの流れを食い止めた池田。松田選手も今ので結構力使っちゃったんで、はい、あの池田選手もここから巻き返せるんじゃないかなと思います。いやー、少しまあこれ攻め疲れもあるかもしれません、松下です。ただここはもう徹底的に行きたい。いやー、お互いに消耗してるボディ。いや、もうこのボディ攻撃から動きがガタッと落ちました池田。 K1 の池田、そして前に出てくるライズの松下。この組が上手いですね、池田選手は。い、この辺はやはり0対ベース。あー、出てくる出てくる、残り1分を切りました。膝を使う、これは連続攻撃です。これは連続攻撃が出てしまいました。モミさん、はい、やはりあの流れの中で掴んでの膝連続攻撃が出てしまいましたね。そうですね、やっぱり今いい膝当たったんで、その流れで行っちゃったのかなと思います。はい、おわい、松下は行きたい。残り時間が1分を切っています。近い距離、近い距離、膝を当てて池田、池田も膝を使う、前蹴り、おお、倒します。いや、お互い気持ち強いですね。はい、いや、そうですね、上村さん本当に下がりませんね、2人ともね。そうですね、残り30秒です、勝負の時間帯。いや、かなり上村さん距離が近いですね。そうですね、もう完全に松下選手の今は距離かなと思うので、はい、まあ、逆に池田選手はこうインドを、まあ、狩るようなあの切り方した方がいいかなって、ちょっとパンチあのシンプルにもらいすぎという印象ありますね、はい、もう時間がありません。かなり消耗している、時間がない。あー、首の展開、いや、お互いしんどいですね、これもう立ってるのもやっとでしょうか。ここで時間切れ、あー、勝負の判定決着、どうかな、難しい。最後のラウンド、いやー、試合が動きましたが、どうでしょう、門口さん、はい、最後のラウンドはどう見ました？そうですね、最後のラウンドはボディがすごい効いて、池田選手も丸まっちゃう状態が長かったんで、結構ポイント的には松下選手取ったのかなと思うんですけど、その2ラウンドがちょっと分かんないんで、うん、はい、全然延長もあり得るかなと思います。上村さん、最後のラウンドどう見ました？最後だけで言うと、やっぱり松下選手のこう、うん、ボディからの流れが変わったのが印象的だったんですけど、はい、私も延長かな、延長見たいな。うん、延長は1ラウンド用意されておりますが、両団体の威信をかけた対抗戦です。ジャッジ和田30対29、青池田。まずは池田。ジャッジ佐藤29対29、ドロー。ジャッジアキア29対28、お、青池田、池田の勝ち。
K1 の池田浩二がライズのリングを荒らしました。予告通りライズのリングを荒らす形になりました。池田浩二判定で松下武蔵を下しました。判定は2対0。いやー上村さん、はい、ライズ側が敗れるという結果になりました。いやー悔しいですけど、でも激闘で、はい、こう欲を言えばもう延長も見たかったぐらい、すっごいもう本当に面白い試合だったので、はい、もう池田選手ナイスファイト、素晴らしい試合でした。もぐさん、はい、ライズ側のファイターとしていかがですか。そうですね、まあまだでもライズには多分ランキングでいうとまだ松下選手の10位なんで、そうですね、はい、池田選手も多分こんなところで負けてられないっていう感じだと思うんで、はい、まだまだまだあのライズには強いファイターいっぱいいるんで、うん、はい、今日は K-1 ファイターもリングサイドで戦いを見守りました。K-1 から来ましたクラッシュバンタム級王者の池田浩二です。いや KO して KO して K-1 の強さ、そして今後の目標など語りたかったんですけど、武蔵選手めちゃくちゃ強くて、ライズの洗礼を少し浴びました。いやでもなんとか勝つことできたんで、いやライズもなかなかいいっすね。ちょっとライズのベルトなんかも欲しくなっちゃったんで、伊藤代表ぼちぼちチャンスください。いつも応援してくださるスポンサーの皆様、会場まで来てくれる方々本当にありがとうございます。そして試合を組んでいただいたライズ関係者の皆様、 K-1 関係者の皆様本当にありがとうございます。K-1 最高です。ライズも最高、ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。選手退場。ライズと K-1 の対抗戦、結果 K-1 側の池田浩二が勝ちました。まあ、相手を称えるコメントもありました。これから両団体の戦いがまたネクストがあるのかどうか、これは分かりませんが、また今後注視していきたいと思います。今日は K-1 側、まあ、プロデューサーはじめそして K-1 ファイターもリングサイドでこの池田浩二の戦いを見つめていました。さあ来年に向けてこの戦いがつながっていくのでしょうか、期待していきたいと思います。判定は2対0、池田浩二が松下武蔵を下した一戦をお届けいたしました。